ZX7 の DSD の S200 使われている方で7番アイアンで165ヤード以上飛ぶ人いきます。ほんまにハマるかどうか分からんからお金かけたくなかったと思うね。ジモティで5000円で選んだんやろうけど、中古で安定して打てるかつ今後も上手くなるためのルートを作れるのアイアンですね。グナイトっていうのは捕まるアイアンです。イグナイトから買い替えて距離を落としたくないってことで、押してください。どうもこんにちは、カントリーゴルジュの浦です。大好評いただいております、視聴者さんクラブ診断のコーナーで、今回でシャープ、66になるのね。66です。あ、66です。噛みすぎじゃない。噛みすぎのアキラです。アキラです、よろしくお願いします。お願いします。今回シャープ60からのお返事になりますのでね、よろしくお願いします。今すぐ読まれたい方は、一番新しい投稿に入れておいてもらえると、まだ収録前やと思いますのでね。間に合うと思いますのでよろしくお願いします。じゃあもう早速やっていきたいと思います。ヘチコさん、ヘチコさん、祖父の形見のアイアンをカスタムして使用するか検討中です。アイアンはゼクシオ9で R シャフトです。飛びすぎたり左右にばらつきが出ますが、思い入れのあるクラブなのでシャフトを変更して使用できないか検討しています。シニアや初心者向けと言われているクラブですが、少しハードなシャフトを入れても使えるのか、おすすめのシャフトがあれば教えていただきたいです。チールカーボン問わず、現在使用アイアン ZX7 括弧 DSD-S200 飛距離7番アイアンで170から175ヤードドロー系で、ミスは左に巻くように球が出ます。あ、 OK です。ZX7 使われてる方、私の動画を見て ZX7 に決めましたって方が結構多いので、さっき言っておきますね。ZX7 で DSD の S200 使用されてる方がやっぱ結構多いんですよ。ZX7 の DSD の S200 使われてる方で、7番アイアンで165ヤード以上飛ぶ人は左行きます。だからもうそれ以上の距離になってくると、もうちょっとシャフトの変更は検討していった方がいいと思います。結構柔らかいです。ドライバーヘッドスピード48から51、もう柔らかいです。シャフトが合ってないですね。平均距離270ヤード、トラックマンで、平均スコア95。160センチ、65キロ、33歳。ナゾリザ、B 型。獅子座の O 型です。よろしくお願いします。スポーツ経験は野球と総合格闘技、これを歴代10年。はい、わかりました。もうここはズバッといきましょう。使わない方がいいです。うん。正直ヘッドスピード的に考えて ZX7 で絶対に問題ないと思います。変える必要はないです。ただ祖父の形見のアイアンでね、思い入れがあるということで、こういう時はですね、何番アイアンまであるかを書いておいてほしかったですね。ああ、はい、6番アイアンまでかもしれないし、もしくは4番アイアンまで入ってるのなら話が変わってきます。ただまあこういうのは私は好きなので、こうしましょう。現在の ZX7 を S400 に変えてください。すぐに7番アイアンまで何本入ってるかわからないんですけども、6番アイアン以降はゼクシオ9に X100 を入れてください。 0.25 インチほど短めに作ってもらえるといいと思います。25インチほど短くした状態で X100 を入れて、7番アイアンから下は ZX7 のままで S400 に変更して使ってみてください。かなり良くなると思います。おお、これはこれ以上のお答えはできないんじゃないかっていうぐらい、いいですね。今使ってるやつ、はい、プラスいいと思いますよ。魚焼きさん、いつも楽しく拝見させていただいております。質問させていただきますと、2022年12月から始めた初心者です。この間そうですね、ゴルフを始めた時に続くかわからないのでジモティで5000円の激安ゴルフセットを買いました。クラブのメーカーがバラバラなので友人にアイアンセットを買い替えた方がいいよと言われたため、うるさいな、ほっとけってな。今回アイアンの買い替えを検討してるのなんぼうまいねんそいつ、ほっといてくれな。コースにはまだ2回しか回ったことがなく、練習頻度は打ちっぱなしに週2、3回、
レッスンは受け取らず YouTube をいろいろ見て練習してます。 OK、 それやめましょう。 YouTube をいろいろ見て練習するをマジでやめましょう。マジで意味ないです。やめてください。ほんまにやめた方がいいです。別にうちのチャンネルやめてもらっても結構ですけども、あんなチャンネルやこんなチャンネル言ってること全部バラバラです。私、基本的に YouTube は基本的に見ないんですけど、見る気なくして見てないんですよ。クラブの知識が皆無なので買い替えの必要はそもそもあるのか、もし買い替えた方がいいならおすすめの内容を教えていただきたい。あのレッスン受けた方がいいです絶対に、あの YouTube で調べられるから、タダで調べられるからね、あのいいやと思って調べてるかもしれないですけど、情報が 100% 正しい可能性の方が、ね、圧倒的に少ないので。ああそうですね、はい、なんで自分にそれが合わせられてるのかどうかも分からないので、多分 YouTube で見た知識が自分に落とし込める、今のしかも初心者でしょ、確率は、1本動画見るたびにですね 0.1% 以下だと思ってもらえたら、助かります。うん、辛口で OK でしたけど、もう遅かったわクラブの知識を買い替えの必要がそもそもないと思うけど、まあ見てないから分からないんで、現在使用しているクラブシャフトが56はキャルウェイの REG588、 ウィルソン・ソウル・グリのハーモニズド。え、俺知らんクラブかも。何か分かったわ。何年のモデルかな、ハーモナイズドかな、ちょっと読み方分からないんでちょっとあれですけど、全然悪いクラブじゃないです。リーディングエッジじゃなくて、後ろのね、バック側の方を削ってるソールのもので、まあ、方形の、S ソールにかなり似てるソールになりますね。はい、まあ、普通のエッジ、何も問題ない。あ、そういうこと？クラブのメーカーがバラバラなのでって、番手ごとでバラバラやん。番手ごとで、うん、9番がゼクシオツアースペシャル。はい。8番と6番がヤマハインプレス。プロフェッショナル、はい、で8番と6番がヤマハで、7番がオノフグラビティコントロール、5番がダンロップ、フェアベウッドの5番ダンロップ、フェアベウッド1番ヨネックス。それはごめんなさい、友達が正しいですわあーそう、現在のクラブに満足してる、満足とかは特になく音楽とかとかもわからない。はい、175cm、 113kg、 自称動けるデブ、38歳、言わん方がいいよ同級生やから言うけど、人が言うことやねゴルフ歴半年、スノーボード5年、7番アイアンキャリー166、むっちゃ飛ぶねんな。平均7番アイアンキャリー110から150、ちょっと意味が、最大がキャリー160ですね、平均が110から150、トップトレス、ベスト130、平均130、まあ2回しかラウンド、2回か半年しかラウンドしちゃうね。はい、 OK です。これはウェッジは別に変えなくて結構です。56度と50度はそのままで結構です。フェアウェイウッドとドライバーも買い替えなくていいです。アイアンはこれすぐに買い替えましょう。ミート率が悪い、スコアもまだ出ないしね、これ初めて半年やし、だから安定して打てる、かつ今後も上手くなるためのルートを作れるっていうのも含めてね、中古で、見た目もそんな悪くなく、簡単やけど、ただ簡単イージーなだけじゃなくて操作性もいいものっていうとですね、一番安いのでフルセットで1万円かな、状態でいいものを選ぶと2万円ぐらいになりますかね。ピンの I15 のアイアンですね、これかなり物がいいので、これ選んでもらえたらいいんじゃないですかね。これもうそもそもスチールシャフトが入ってるやつがあるんで、適当な S で大丈夫です。まずはね、全然大丈夫なので、このアイアン買ってみてください。しばらく使えると思う、物もいいですし、かなり古いもんなんですけど、今のアイアンと比べても遜色ないほどにいいアイアンです。中古でとにかく安いで、初心者で何買ったらいいかわからないって人にはおすすめですね。おお、はい。More smooth. More spin. More easy. Great use for all golfer. Aim design. Desert Eagle. Stun Golf.次、ポンポコポンさん。7番アイアンでインサイドインのスイングになってて、ワンプレーンでアーリーリリースもしてないのにスライスしますと。自分のコーチからはフェース面の管理ができてないと言われるんですが、よくわかりません。全然クラブ関係ないところで、ね、すごい気になったんでね、これ読みたくてね。あ、自分のコーチからフェース面の管理ができてないと言われるんですよね。そのコーチに言ってください、フェース面の管理をじゃあどうやったらできるのか今すぐ教えてくれって言ってください。それを教えるのがコーチです。お前それができてないっていうのがコーチの仕事じゃないです。うん、それは話になりません。てかここまで偉そうに言われるよって、ちゃんとそこまで聞いてください
私は偉そうにもの言いますよ。絶対答え出しますけどね、もちろん。はい、続きまして川野さん、いつも楽しく、動画視聴しております。ありがとうございます。早速ですが、現在ゴルフ始める時にいただいたお魚のクラブを使用してます。ゴルフの楽しみを知り、今後も続けていきたいので、初めて自分でクラブを購入したいと思っています。じゃあさっきのやつ聞いて、川野さんは多分i15 いいやってなったかもしれないね。あー、そうですね。予算的にフルセット買い替えるのは無理なので、一番使用頻度の高いアイアンセットはまずは買い替えだと思っています。初心者でも使えるようなクラブを紹介していただけるとありがたいです。7番アイアンがキャリーで150ヤードなので、もう少し距離が出せると嬉しいです。知識もないのでモデルとこだわりはありません。新品でも中古でも大丈夫です。アイアンでナイスショットすると中弾道のややドローです。ミスすると打ち出しから右に行って OB か丸に左に巻いていくことがあります。使用しているクラブがナイキイグナイト。ああ、はいはい、オッケーです。でイグナイトのことをトゥルーテンパユニフレックスが、はいはい、オッケーです、オッケーです。これはだいたい柔らかめの S っていうぐらいのシャフトの硬さなんですけども、 R に近いかな、 S R って感じかな。 170cm、60kg、26歳、右打ち。最近20代半ばから後半多いな。20代多いな。いや多いですよ。うん、7番円キャリー150、トラックマンだったと。ムベス89。お、余談ですが、ルートビーグリップの朝切りの再販ありますか？欲しいけどどこでも買えますね。再販していただけると嬉しいです。プロフェッショナルシリーズっていうやつはありますんで、ルートビーグリップの朝切りプロフェッショナルシリーズの方でお買い求めいただければなと思います。 OK です。あー、 OK、 わかりました。そもそもイグナイトっていうのは捕まるアイアンです。引っ掛けるためにあると言っても過言ではないぐらいに捕まえるためのアイアンで、これ辛口でって書いてないから辛口で言われへんな。マイルドに、じゃ分からないんでマイルドにいきますね。ナイキの出したアイアンの中の黒歴史の一本だと思います。これはすごい、うん、でも値段そうなのかな、値段が安かったっていうのもあるけどね、これは、うん、すぐに買い替えていいと思います。今現時点これだけ距離が150飛んでて、さらにイグナイトから買い替えて距離を落としたくないってことで、今後のことも考えると、もう今ベスト89やから、多分70代を目指していきたいと思うので、あとあんまり飛び系とかキャビティとかあんまりそっちに寄らん方がいいと思う。 でもそこそこのやつで距離出すんで、タイトレスの T100 にしてください。タイトレスの T100、 これはね、もうすぐ新しいモデル出るんですよ。もう発表されてるというか、もうあの画像が出回ってるからもう発売されると思うんですけど、これ正直に言いますけど、タイトレスの T100 数年前からね、何回かモデルチェンジされてますけど、特に大きな進歩はしてません。もう出来上がってしまってるので、これ以上進歩ってほんまちょっとだけここが良くなった、ちょっとだけここが良くなったっていうだけで、どんどん見た目がシンプルに変わってるだけなんで、別に新品の今の一番新しいの買う必要はない。むしろ初代の一番最初の中古買ってもらっても全然結構です。ただ1個だけ問題がありまして、 T100 と T100S って2つあるんですけど、これ T100S の方にするとロフトが立ってしまいます。なので、ノーマルロフトの方の T100 の方を選んでいただけると、まあ、今後の成長も含めてですね、いいんじゃないかなと思います。26歳 60kg、 体重も軽いのでね、あんまり重たいシャフトやと、で今のイグナイトのトゥルテンパのユニフルックからすると、あんまりしんどいシャフト言ってもきついと思うんで、105の S とかでいいと思います。105の S、 105の S、 あの日本シャフトですね、モーダスの105の S とかでいいんじゃないでしょうかと思いますけれども、その辺で検討していただければなと思います。どんなもんでしょう。ありがとうございます。はい、そうですね。じゃあチャンネル登録のグッドボタンよろしくお願いします。各種 SNS ですね、概要欄の方からチェックお願いします。では、正直言うと僕の周りの人にはあんま勧めたくない。スコアが良くなるのもちょっと悔しいんで、負けたくないからこそこの入ってあれしてるんですけど、ベストスコアは間違いなく20とかは縮まりました。150ぐらいしかキャリーでドライバーそのぐらいしか行ってなかったのが240ぐらいですか、飛ぶようになって。これ2週間ぐらい前に最大距離が更新して、その時は300行きました。入会する前がマックス飛んで280ぐらいだったのが340ぐらい、一番、はい、今日までで飛んだのが